令和2年度第1種電気工事士問題解説として、今回は計算知識問題として、問いの1から問いの29まで解説をしていきたいと思います。それでは早速問題の方を見ていきましょう。まず1番ですね。図のように静電容量6マイクロファラッドのコンデンサー3個を接続して、直流電圧 120V を加えたとき、図中の電圧 V1 の値はということですね。 で、静電容量の考え方なんですけども、まあ、接続したときの合成とか、あと電圧の分圧の仕方とかですね、まあ、抵抗の真逆と考えればいいんですね。まず、こちらの回路、下がですね、6マイクロが2つ並列になっています。抵抗の場合は、並列のときって和分の積だったんですけども、コンデンサの場合は、並列のときは足せばいいんですね。なので、こちら12マイクロファラットになるんですね。で、直列にした時の電圧の大きさというのは、 こちらに書いたように、静電容量に反比例するんですね。で、一応これなぜかってことを説明すると、コンデンサーに蓄えられる電荷というのが、Q イコール CV という大きさなんですね。で、この電荷というのは、はい、直列に接続したときって、すべての、えー、ま、直列のとき、上とこれですね。はい、えー、コンデンサー、 どちらもです、ね、電荷の大きさは一緒になるんですね。ちなみに下の6マイクロ、6マイクロ、合計12マイクロ全体に蓄えられる電荷の大きさと上の6マイクロファラットに蓄えられる電荷の大きさが一緒になるんですねで。電荷が同じってことは、静電容量が例えば半分になったら電圧2倍にしないと同じ電荷の大きさにならないんですよね。まあ、こういうところから電圧は静電容量に反比例となるんですね。 で容量の大きさの比率で言うと、6と12なので、1対2になります。ってことは電圧は逆に上が2、下が1になりますので、120を1対2で分けたうちの2の方ということで、80V となるんですね。なので答えは2になるということになります。それでは続いて問いの2を見ていきたいと思います。 図のような直流回路において a b かここですねここの電圧はということでありますでまず20ボルトがこの直並列から全体にかかってますからまず後ろ見ていくんですけどもこれすごく簡単ですね2と8の直列だから105と5との直列で10で要は10オームが2つ並列になってますで同じ抵抗の 同じ抵抗が2つ並列だったら半分になりますから、後ろが全体で5 ω ムになります。で、5 ω ムと5 ω ムの直列ですから、同じ大きさの抵抗ってことは電圧も同じになりますから、20をちょうど半分ですね。なんで、10 v と10 v に分圧します。で、あとはこの10 v が A の方は2と8で分圧してます。 はい。まあ、これすごくわかりやすいですね。10を2対8で、えー、VA は後ろの8オームにかかる電圧というふうに考えます。まあ、えー、仮定ですけども、この後ろの方、今、赤で塗った部分は全部6というふうに考えます。あ、ごめんなさい、0というふうに考えますんでね。はい。そうすると、VA は8ボルトということで、で、VB は10ボルトを5と5で分けますから、5ボルトということで、A と B の差は3ボルトになりますから、答えはロになります。 続いて3番ですね。各周波数がオメガイコール500ラジアンパーセック。電圧100ボルトの交流電源に、抵抗 R イコール3オームとインダクタンス L イコール8ミリヘンリーが接続されていると。で回路に流れる電流の大きさはということで、はい、電流はですね、電圧を全体のインピーダンス Z で割ります。でそのためには、こちらの L の誘導性リアクタンスを求める必要があります。 で、式としては、オメガ L ですから、オメガが今500ですね。で、L がですね、8ミリということで8、8×10 のマイナス3乗。で、これかけますと、4オームになります。まあ、計算としては500、500×8 で4000。それを1000で割るってことですね。はい。で、そうしますと、こちらが4オームで3オームなんで、これ3対4対5っていう関係が成り立ってるんですね。ベクトルで書くとこうです。抵抗が3。えー、誘導性リアクタンスが4。 ね、で、これ合計すると5オームですね。まあ、本来は三平方の定理を使うんですが、この3対4対5ってすごく多いのでね、活用できるといいと思います。まあ、そしたら、インピーダンスが5オームって分かれば、あとは100を割るだけですから、20アンペアということで、これは刃になるということですね。続いて4番。はい、こちらもですね、3対4対5が活用できるんですね。抵抗12オーム、リアクタンス16オーム、電源電圧は96ボルト。 ボルトであるとこの回路の非相電力はということで、非相電力はですね、大元の電圧と流れてる電流をかければいいんですね。で、はじめ電流分かってませんので、それぞれ抵抗とリアクタンスに流れる電流を求めます。これは96を12で割って8、16で割って6ということで、はい。これ4対3なんですよ。今度電流なんですね、並列なんで。で、4対3、大元は5になります。ベクトルで書くとこうですね。 えー、抵抗、電流は横軸で、コイルは縦軸の下方向になりますね。はい。なぜかっていうと、電圧に対してコイルに流れる電流っていうのは遅れるからですね。はい。そうしますと、8、6、0ということで、大元が10アンペア。はい。そしたら96、96×10 で960となりますから、波になるということですね。まあ、非常にシンプルな計算になります。続いて5番ですね。はい。 図のような3層交流回路において、電源電圧は200ボルト、抵抗は20オーム、リアクタンスは40オームあると。この回路の全消費電力は、はい、消費電力ということで単位がワットです。ワットの時はですね、これ、並列になってますから、これ、リアクタンス全部無視しちゃって構わないんですね。はい。で、電力は R 分の V の事情。はい。この公式を使っていきます。で、単純にですね、1層分の 有効電力を求めて、それを3倍すればいいというふうに考えればいいわけです。で、この20オームにかかる電圧の大きさってことなんですけども、これスター接続になってますんで、この抵抗にかかるのは総電圧なんですね。先端電圧が200ボルトでありますので、総電圧はルート3分の1。ということで、ルート3分の200ボルトが20オームにかかります。はい、そうすると、R 分の20分の1ですね。 はい。で、えー、V の事情、ルート3分の200の事情です。で、それを3倍するんですね。で、これ消えるんですよ。これ。はい。まあ、ちゃんとね、作られてるんですね、はい。この3とルート3の事情が消えちゃうんですね。まあ、そうすると、200の事情で4万。それを20で割るということで、で、キロなの、キロワットできてるんで、10の3乗1000を出したいんですよ。そしたら4万って 40×1000 なんですね。 それを20で割るってやれば、あ、簡単に 2kW だな、ということで求まってきます。1層分の3倍をするっていうのを覚えておくと非常に良いと思います。続いて6番ですね。はい、電圧効果の問題ですけども、まあ、これあの、1種と2種の大きな違いですよね。力率が今度絡んできてしまいます。炭素酸性式配電線度において負荷 A、B ともに、 電圧が 100V、電流 10A、力率0.8遅れであると。えつまり、この A と B は全く同じ負荷なんですね。ってことは、この中性線には電流は流れないということになります。で、今、電源電圧 V ということで、はい、この間の電圧を見てるんですよ。で、電圧効果を考えるとき、中性線に流れていませんから、あくまでこの1本分だけ見ればいいんですね。はい で、そうすると、電圧効果の大きさとしては、i カッコ r ンシータプラス x サインシータとなるんですが、今回、リアクタンス x がないんですね、ここに。はい。なので、後ろの x サインシータは無視します。そうすると、ir コーサインシータだけ残るんですね。で、i は10アンペア。で、抵抗は0.5オーム。で、コーサインシータ力率0.8。 で、これ計算すると4ボルトとなります。100ボルトにこの電圧効果分4ボルトを足してありますから、104ボルトということで、ロ、えー、が正解となるわけですね。はい。この、力率も含めなきゃいけないというのがミソですね。それでは続いて7番ですね。 図のような3層3線式、構内配電線路の末端に、力率0.8、遅れの3層負荷があると。で、電力量コンデンサーを設置して、線路の力率を1.0に改善した、えー。コンデンサー設置前の電力損失が 2.5kW あるとすれば、設置後の電力、線路損失の値はということで、これ、すごく難しいんですね、この問題。計算自体は単純なんですけど、かなり難しいんですよ。えー、なぜかというと、 まず、酸素酸性式の電力損失というのは、3倍の i 事乗 r で求めます。で、この i というのは、はい、力率を考えますと、ルート 3v コーサインシータ分の p として求まるんですね。で、今、えーまあ、当然、負荷の電力は一定で、えー、かかっている電圧も一緒と考えなきゃいけないんですね。負荷電圧一定って考えてるんで。そうすると、p と v が一定と考えます。そうすると、i は コーサインシーターに反比例、つまり力率に反比例するんですね。まあ、簡単に言うと、力率が0.8から1に大きくなれば電流は減るってことを意味しています。で、さらに IGOR なんで、電力損失は力率の事情に反比例するんだよと。これを知らないとダメなんですね。はい、そうすると、えー、もともと 2.5kW あったと。 で、それを0.8から1に改善したんですね。で、反比例なんでこの式になります。まあ、1の事情なんで1と書いてますが、そうすると、結果としてですね、2.5kW に0.64をかけてやるんですね。まあ、そうすると、あの、選択肢としては、まあ、2.4ってことなくて0でもないから、じゃあ、間取って1.6かな、ということで落ち着きます。はい。あの、電卓が使えないので、めんどくさかったらもう、そうやってやっちゃって構わないですね。 まあ時間があるのでもちろん筆算で計算してもいいんですけどもね。はい。じゃあ続いて8番ですね。変圧比が6300対 210V の単相変圧器の二次側に抵抗負荷が接続され、はい。変圧器の二次側の電流、これが 300A だったと言っていますで。この時、変圧器の一次側に設置された変流器の二次側。いや、すごい大変ですね、これね。 はいえー、流れる電流はということで、まずは、えー、変圧器の一次側の電流を求めましょう。はい、これ、まえー、変圧比の逆をかけてあげます。はいえー、つまり300、300アンペア ×6300 分の210ですねで。これはなぜかというと、理想的な変圧器というときは、一、えー、次側の電圧×電流の値と、二次側の電圧×電流の値が等しくなるんですね。はい 電圧がこれ今30分の1になってるんですよ。ってことは電流は30倍になってるんですね。はい。ってことは逆に言うと1次側に直すときは今度電流が30分の1になるということで、1次側の電流は10アンペアとなります。はい。で、えー、この変流器の変流比というのは、 一次側に20アンペアが流れたとき、二、えー、次側には5アンペアって言ってますから、まあ、あの、真面目に計算すると10、10×20 分の5。はい。ということで、2.5になります。はい。まあ、ただ、あの、20流れたとき5で今10だから、半分で2.5でもちろん構わないんですよ。なので、これは答えは、e、イということになります。はい。では、えー、続いてですね、9番です。付加設備の合計が5 0 0ットの工場があると。 で、ある月の需要率が40%、負荷率が50%であると、えー。この工場のその月の平均需要電力はっていうことで、はい、まず、需要率というのは設備容量分の最大電力で考えるんですね。今、容量が 500kW のうち、実際には40%しか使ってなかったよってことをこで意味しています。で、負荷率というのは最大分の平均で覚えてしまえば簡単ですね。 要は最大がどれぐらいで、えー、これ月のってことになりますので、月の平均はとなります。なので、まあ、単純に言うと、えー、設備容量に需要率と負荷率を全部かければ、平均需要電力になるんですね。まあ、ということで、はい、500×0.4 で、えー、それをかける、えー、0.5ということで、まあ、要は 0.4×0.5 ということで、これ0.2になりますから、はい、500に0 2かけたということで、100となるわけですね。 これ、あの、定義してればすごく簡単な問題にはなります。では、続いて10番ですね。この問題はですね、はっきり言います。できなくてもしょうがないです。電卓ないのによくやらせんなっていう感じですね。はい。で、えー、これ10番は、定格電圧が200ボルト、定格出力が11キロワットの三相誘導電動機の 全負荷時における電力は、つまり、モーターが、まあ、電動機ですね、モーターが 11kW 出している時の、えー、モーターに入る電流は、流れる電流はってことなんですよ。で、この出力の公式っていうのは、三、まあ、相なんで、ルート 3VI コーサインシータ、力率ですね、かけるイータ、これ効率です。で、これキロなんで、10のマイナス3乗してやったと。これが出力なんですよ。で、ここから要は、i イコールで求めなさいってことなんですね。 で、そうすると、まあ、ルート3で電圧が200で、力率が0.8、効率が0.9、それで11、1 1る1 0の3乗。はい。これを割っているってことなんですけども、えー、まあ、ず、あの200、2 0 0る0 8る0 9ってことで、これを計算してやると、まあ、160ですね。2 0 0る0 8って。で、それの0.9なんで、まあ、0 9るっていうのは、えー 1> 1 10分の1した値を引けばいいんですね。なので、160から10分の1した値ってことは、16を引けばいいんで、144ってなるんですよ。で、えー、ルート3は残しておきます。144ルート3。で、11かける10の30だから、11000ということで、で、このまま見てもわけわからんので、まあ、ちょっとこっからはね、いろんなやり方があるんですけども、ひとまず、ルート3分の1っていうのがちょっと気持ち悪いんで、 分子分母にルート3かけてありました。そうすると3分のルート3ってなるんですね。で、これとりあえず置いときます。で、この144分の11000をちょっとできるだけ計算をして、はい。で、これをちょっとうまく計算をしました。まあ、要は4でね、4でちょっと、約分してみました。で、そうすると、まぁ、あ、36分の2750と、 で、えー、ここまで来てどうしようかなってとこなんですけど、とりあえずですね、この3分、2750を3で割るってので、これ割り切れないんですけども、まあ、ざっくりね、えー、ざっくり、これも筆算でやっても構わないんですけども、やると916になるんですよ。もちろん割り切れないんで、えー、およそなんですけどね。916分の36と。で、これを、えー、2で割ってみました。 で、そうすると、18分の458かける√ 3。で、ルート3っていうのは1.73。まあ、約1.7で構わないと思います。で、えー、そうすると、18、458を18で割るってことは、30まではいかないんですよね。30まではいかないんですよ。で、えー、30まではいかない。でも、20よりはでかいというところで、それの1.7倍ってなると、 まあそうすると、81はちょっとでかすぎるよねと。で、36は今度小さすぎるよなということで、まあ、間取って44かなということですね。電卓が使えないので、ちょっと厳しすぎないっていう感じはします、正直。 まあ、あの、最終的にね、これもうちょっとがっつり計算していってもいいんですけども、まあ、正直ちょっと厳しいのかなというところはあります。ただもちろんですね、これ2時間20分ありますから、もうじっくりね、後で、まあいいや、ここまでやって、最後確認してみようということでやっていただいてもちろん構いません。はい。まあ、ただちょっと厳しいかなというのが本音ですね。で、もっと厳しいのが11番。まず、ジスではって言われた時点で、はってなった人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。 えジス出るのみたいな <laughs>。はい。えー、なんで、この11番は、まあ、ちょっとひどい言い方をすると、取らせる気ないんだろうなっていう気はします。まあ、あの、100点続出しちゃうとまずいっていうのもあるので、こういうですね、えっていうようななる問題、やっぱり、まあ、一最近一種って一人も出てくるんですよね。ま、あそういう意味では10番もその一種なんですけども。はい。ま、あこれ、あのー、知らないよって人多いと思うんで、ちょっと、ぜひですね、あの、い 維持消度っていうことで、えー、検索していただくとちょっと出てきます。結構いいサイトがね。で、それ見ると学校の教室っていうのが300なんですよ。維持消度っていうのがですね。で、学校の中でも場所によって色々違うんですけども、ま、教室は300ということで、これ実際にこの関係の仕事してない人知らないですよね。うん。だからもう11番はね、もう実捨てです。これ捨て。はい。まあしょうがないかなっていうところですね。で、続いて12番ですね。 はい、変圧器の出力に対する損失の特性曲線において、A が鉄損、B が銅損を表す特性曲線として正しいのということで、はいまあ、通常、鉄損というのは一定で考えます。銅損は出力の事情に比例するんですね。はいまあ、それ考えると、これは2になるよねというのがすぐ分かるかなと思います。でちなみに、この銅損と鉄損が等しいときが、実はこれ、最大効率になります。 これも覚えておくと便利かもしれません。まあ、電源参集を目指されている方にとってはもう必須事項ですね。これはね。はい。じゃあ続いて13番ですね。インバーターの記述として正しいのは、はい。インバーターは直流電力を交流電力に変換する装置ですね。逆変換ですね。はい。ちなみに、順変換っていうのは、直流、あ、ごめんなさい。交流を直流に直すのが順変換装置というふうに覚えておくといいと思います。 では、えー、続いて14番。低圧電路で地落が生じたときに自動的に電路を遮断するものははい、この中ですと、はい、えっと、まずですね、ロはこれ、リモコンリレーなんですね。全く関係ないです。で、歯はこれ、電磁回避器なんで、えー、これもちょっと関係ないのかなと。はい。で、そうすると、えー、まあ、稚落を遮断するってことですから、漏電遮断器になるんですよね。で、下がこれ、配線用遮断器で、上が漏電遮断器なんですけども、まあ、ちゃんと名前隠してますね、これね。はい。 で、えー、わかるのが、これですね、このテストボタン。ね。これで判断するのが一番わかりやすいかなと思います。まあ、あとは、えー、拡大すると、これ、定格感度電流って書いてありますから、30mAh ですね。まあ、これ、ここでも、漏電遮断器ってのは判断できるかと思います。まあ、なので、これは E を選ぶということになります。それでは、続いて15番。はい。自家用電気設備の説明として、最も適当適て、適当なものはですね、こちら。はい。これ、直流電源装置と言います。 であのまあ、知らない方もすごく多いと思うんですけども、えー、ちょっと大きい変電所とか、あとは重華化の設備ですと、えー、停電が起きたときにこう安全に遮断器を開いたりとかしなきゃいけないんですね。まあ、大きい設備の場合は、えー、電力会社が電気をかしたときに全部一気に入ってると非常に大変なことになるんで、えー、停電した後にですね、 あ、ちゃんと遮断器開いとかなきゃとか、そういうことが必要になってくるんですね。で、その時っていうのは操作電源がないとまずいっていうこともありますので、また非常用証明に協力供給するっていうのもありますけども、はい。この時にね、必要なのがこの直流電源装置です。まあ、ということで、えー、これは、え、ロになるんですね。停電時に非常用証明器具などに電力を供給するということがあります。はい。では続いて、えー、16ですね。 全要定200メートル、溶水流量が150立方メーターパーセックであると。溶、えー、水式発電所の溶水ポンプの電動機の入力、メグワットですね。えー、ただし、電動機の効率を0.9、ポンプの効率を0.85とするということで。はい、これは公式としては 9.89h、それを、えー、効率で割るんですけども、えー、そのままですとね、単位がキロワットなんですね。で、メグということはそれをさらに1000で割った値になります。 で、えー、これが公式を入れたものなんですけども、あの9.8ってめんどくさいじゃないですか。なので、これ約ね、10で計算しちゃっても構わないんですよ。で、えー、そうすると、はい、1 0る1 5 0で、これ1500。で、そこをかける2 0 0ですから、はい。<laughs> えー、要は、えー、<laughs> 1 5 0 0る2 0 0ということでねお、大きいなということで、まあ、えー、3、 30万ですよね。30万キロワット。はい。で、それを1000で割りますから、300ということになります。で、300を0.9とか0.9でさら,さらに0.85割ってやるんですよ。ってことは絶対300より大きいんですよね。まあ、なので、あじゃあ384かなということになります。はい。続いて17番。タービン発電機の記述として誤っているものは、 えタービン発電機は駆動力として蒸気圧などを利用している。OK ですね。タービン発電機は水車発電機に比べ回転速度が大きい。えー、実際の発電所ですと、えー、多いのが、例えば 50Hz であれば1500回転であるとか、あとは、えー、電力会社なんかだと3000回転というのもあります。非常に速いですね。はい。で、非常に速いので、一般にですね、縦軸じゃなくて横軸なんですよ。要は えー、あとね、タービン圧電気って非常に細長いんですね。細長いものをこうやって縦に置いて、まあ、ちょっと雑ないです。申し訳ないんですけども、縦に置いて高速で回転するとこれブレちゃいますよね。だから横軸なんですよ、これ。はい。だからこれ2が誤りなんですね。他は合ってます。続いて18番。送電、配電及び変電設備に使用する外資の塩害対策に関する記述として誤っているものは、はい、これはですね、 アークホーンを取り付けるっていうのが誤りですね。これはですね、雷に対する対策なんですよ。で、塩害対策っていうのは、簡単に言うとですね、えー、外資に、例えば塩、塩、えー、水を含んだ、えー、風が当たって、で、塩、えー、水が付着したと。で、それがそのまま乾いてしまって、塩が残ると。で、そこに例えば雨が降ったりして、えー、そうすると濃い塩水になるんですね。はい。で、その塩水っていうのは非常に電気をよく通しますから、そこを通してこう、 放電、外資が絶縁破壊してしまうということになるんですね。まあ対策としては、えー、まあちょっと元々、表面の距離が長いようなひらひらな外資を使うであるとか、あとはあの、定期的に洗ってあげて、塩が付着しないようにするとか、あとはそもそも発水加工してあげれば、えー、表面についた塩水がそのまま流れ落ちていくわけですから。はい。という対策をしていきます。アークホーンは雷の対策です。ちなみにアークホーンってこれですね。 外資がこうやってあったり、あったら、この、えー、脇のところですね、こういう突起があるんですね。これあの、の送電線の外紙、下から見るとすぐ分かると思います。続いて19番、配電用変電所に関する記述として誤っているものは、はい、これは2が誤りですね。えー、配電高圧配電線路は一般に非設置です。中性点設置方式 手だけ書いてあるとちょっと微妙なんですけども、えー、ともかく配電線路は非設置ですね。ちなみに中性点設置方式にはいろんな方式があります。はい。で、これ電力会社の配電用変電所っていうのは、電気を送ったままで、この配電線の電圧を適正に維持しなきゃいけないので、電気が流れたままでも自動的にタップを切り替えられるような装置がついていて、それを負荷時タップ切り替え変圧器っていうんですね。では続いて20番。 次の機器のうち、高頻度開閉を目的に使用されるもの。はい。えー、一日の間にしょっちゅう入れたり切ったりするようなものですね。その場合は、高圧交流真空電磁接触機。はい。電磁接触機ってマグネットコンタクターですけども、その高圧バージョンですね。はい。えー、真空遮断器と同じように真空バルブがついてます。ただ、えー、 短絡電流を解放できるほどの能力はないんですけども、その代わり構造的にですね、えー、何度入り切りしても、えー、壊れにくいということなんですね。遮断機っていうのは、えー、あんまりしょっちゅうどっかどっかやるようなものではないので、高頻度回避っていう意味では、高圧、高流、真空、電磁接触機になります。あ、すみません、あの、19番これ2ですね。はい。で、続いて21番。 キュービクル式高圧自転設備の特徴として誤っているものはということで、はい。えー、これはですね、二が誤りですね。キュービクルっていうのは、まあ、いろいろ書いてありますけども、金属製の箱内に意識収容されてます。で、えー、まあ、箱の中に収容されてるんで、まあ、放型に比べればね、えー、雨とかには強いかもしれませんけども、でも中に吹き込んじゃったらまずいので、ちゃんと入らないようにいろいろ工夫する必要があります。で、なんか、 一括で入れたものってなんか工事ちょっと難しいんじゃないかと思うかもしれないんですけど、要はですね、工場でもほとんど組んできちゃうんで、現地の工事ってすごくですね、えー、シンプルなんですね。はい、えー。キュービクルをこう、例えば、こう、ガンダンダンと並べてて、あとはつなぎ込んでいくだけなんで、開放型に比べたらはるかに、えー、工事期間が短縮できます。続いて22番。えー、GR 付きパスを設置する場合の記述として誤っているものははい、えー。パスというのは、 えー、中上の気中,回気中の、えー、開閉器。はい。ちなみに、不可開兵器の一つですね。不可開兵器の一つです。不可開兵器というのは、負荷電流及び地楽電流は開閉できますが、短絡電流を開閉することはできません。なので、意が誤りです。はい。短絡事故は開くことはできません。じゃあ、需要化の引き込みケーブルって短絡事故が起きたらどうするかっていうと、これはですね、 もう需要家側ではどうしようもないので、電力会社の方で開くことになります。ただ、その代わり、このパスとセットになっている SOG という装置はですね、えー、短絡電流が流れたときは、えー、これちょっと過電流ロックっていう機能を持ってて、お今開いちゃまずいと。要は不可解兵器なんで短絡電流開けないんで、誤って開いてしまうと大事故になるんですね。開いちゃまずいってことで、えー、ちょっと我慢します。で、その代わり、えー、蓄積もするんですね。 要は、過電流蓄積っていう機能もあるんですけども、ちょっとあの過電流、短絡電流が流れたから、ちょっと我慢する代わりに、すぐ開くような準備をしておくぞと。で、電力会社が開いて、電圧がなくなる,ってなくなると、それを検知して自動で開きます。要は、短絡電流自体は電力会社が切ってくれてるんで、でかい電流切ることはないんですけども、無負荷、ていうか無電圧の状態になったら、これ自動で開くような機能を持ってます。 で、電力会社ですね、一回止めた後に再ゲロというのをしてきます。で、その時、こいつが停電した時に開いていれば、もう、この、ここから先、要は引き込みケーブルに電気が送られることはないので、電力会社からしたら、あ事故はもうなくなってるんだなということになるんですね。もしこの機能が失われていると、波及事故ということになってしまうんで、非常にまずいことになります。続いて23番。 これはです、ね、CT ですね、軽気用変流器になります。なので、大電流を小電流に変成し、軽気での測定を可能にするということですね。ゼロ相電流を検出するのは、これは ZCT。高電圧を低電圧に変成し、軽気での測定を可能にするのは VT、軽気用変圧器深層コンデンサに接続して、投入時の突入電流を抑制する、これは直列リアクトルですね。 続いて24番。はい。分岐回路の施設において、分岐回路を保護する過電流遮断器の種類、難動線の太さ及びコンセントの組み合わせで誤っているものははい。これはまずコンセントで確認していくのが早いです。コンセントはですね、ブレーカーの定格電流の一つ下まで OK なんですね。 で、実はこれ全部満たしちゃってるんで、え、絞れませんけどっていう話なんですよ。まあ、しょうがないですね。で、そしたら今度は電流で見ていく必要があります。はい、電流はですね、20アンペアのヒューズが基準で、この時2.0ミリです。で、電流が10アンペア増えると電、電線が1つ太くなります。ってことは、30アンペアなのに2ミリっていうのはダメなんですね。これは2.0である必要があります。はい、なので刃が誤りですね。 続いて25番。引き込み中の視線工事。ここです。ここ。はい。ここに使用する材料の組み合わせとして正しいものは、はい。まず視線自体が亜鉛メッキ高寄り線というものを使います。で、えー、玉返しがここですね。で、アンカーが、えー、こいつです。ということで、これ意、e、が正しいんですね。体調クランプっていうのは、この引き、引き止めてるようなところ。はい。引き止めてるようなところに電線を止めるために使うのが体調クランプなんですね。で、巻き付きグリップっていうのは、 巻き付けグリップっていうのはこれ使うんですけども、この玉返しに視線を止めるときに使うのが巻き付けグリップ。で、スリーブっていうのは電線を接続するときに使うものですね。で、体調クリップ。で、体調クランプ。で、歯も体調クランプ入ってるからダメ。はい。巻き付けグリップは OK で、スリーブも違うと。で、歯の玉返し OK、こういうり線 OK。で、2の巻き付けグリップ OK、スリーブダメ、アンカー丸ということで、はい。全部 OK なのはイのみということになるんですね。 続いて26番。写真のうち、鋼、えー、板製の分電板や動力制御板をコンクリートの床や壁に設置する作業において一般的に使用されない工具。はい。えー、これはですね、胃が使わないですね。胃はこれ油圧式のパイプベンダーですから、金属管を、まあ太い金属管を曲げるときに使用するんですね、えー。ローはこれトルクレンチですから、まあ使うわなと。で、刃はこれコンクリートドリル。 てか、振動リルですね。はい。えー、なので、これ、コンクリートの床ですから使用します。で、2はこれ、水平器ですね。はい。で、27番、えー、乾燥した場所であって、えー、展開した場所に施設する、えー、使用電圧 100V の金属、線費工事の記述として誤っているものはということで、はい。えー、これはですね、えー、線費ですから、ケーブルを使用しなければならないという制限はありません。絶縁電線で全然問題ないです。 はい。で、使用電圧 100V の場合は、線費の長さが8メーターを超える場合は設置施さなければいけないですから、だから刃も正しいんですね。はい。じゃあ続いて28番。高圧屋内配線を乾燥した場所であって、展開した場所に施設する場合の記述として不適切なものは、これよく出る問題なんですよ。絶縁電線、高圧の絶縁電線金属管に入れちゃまずいですよ。ね。あの、絶縁電線っていうのは絶 高圧の場合はですね、絶対に、えー、まあ、地面と接するようなことしちゃいけないんですね。で、金属管自体もアースとるわけですから、非常にまずいです。高圧の絶縁電線っていうのは必ず外し引きです。はい。えー、地面と、えー、絶縁しないとまずいんですね。はい。じゃあ続いて29番。これもよく出るやつですね。はい。地中電線の二節に関するキ述として誤っているものは、はい、絶縁電線はアウトです。ケーブルでなくてはいけません。 ということで、えー、これでですね、問いの1から29までの解説終了とさせていただきます、えー。次はですね、30からということで、まあ、受電設備及び配線図について、えー、次の動画でまとめて解説をしたいと思います。ぜひ、えー、次の動画もご覧いただければと思います。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 当チャンネルでは電気工事士、電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。